それからやっぱりドイツの弱点はあるのかどうか。ある、あるんですよね。いや、ほぼないです終わっちゃうから、それからやっぱりドイツの弱点はあるのかどうか。ある、あるんですよね。いや、ほぼないです終わっちゃうから